お長いですね、このタスク。ほんの、めんどくさいですよ、このタスク。ありがとうございます。おぉプルコンさん、プルコンさん。ここじゃなくて、あの、遠隔で邪魔されてる、これ。本当に？うん。いやー、行くわよー。いやいやいやるからな。じゃあよっしゃ、インポスターだ。オッケー。え、マオさん、インポスターだぞ。さあ、これ大変なんだよな。2 6 5 7 3。じゃあ、ブーキ君いきます。怖い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 。オッケー、誰も死ねない。あ、死ねない死ねない。俺怖い怖い怖い。あら、キッチンで湧いた人誰ですかっていうか、キッチンで湧いた人。俺が見たのは、ザムベル、ザムベルチクマを、はい、それが見た。ザムベルチクマをフルコンの5人がキッチン湧き。うん、あ、なるほど。で、あの、俺とザムが、ハンバーガー作ってて、それをチクが見守ってて、で、左下にヒラに、マオくんって呼ばれて、なんかすんごい怖いなって思ったらボタンが鳴ったんだけど、あれヒラ何だったの？え、あ、僕普通に呼びかけただけです。あの、訪れしないか。で、多分、訪れしてます、僕の環境。ダメだ。めっちゃ調子悪いっす。あれ、なんかボタンが鳴ったり、先輩が殺すんじゃないのこれ。いや、でも、はしご登ろうと1回しか鳴ってない。登る前に殺したら分かんないけど。怖くなってミーティングルームの報告をしたんですよ。そうそう、怖い怖い怖いってなって。なるほど。そしたらファンキーさんが死んでたっていう。見てはね。今日いなかったのって誰ですか？じゃあ俺、レプシーさんとココレモン先輩一緒にいたんでしょ？うん、いないいないいない。俺、違う、俺は貨物室で一人脇きで、今電気室にいる。私アーカイブで一人脇きです。ああ、なるほどな。まあ一人脇きは一応容疑者にはなっちゃう。だから俺はだから言ってね、ザムベルチクマウトキッチンで湧いて左に人って。そうですね。その後どこ行った？ウルコンさん、エンジンぐらい聞こらへん。そんなに移動してないよ、みんな。多分そんなに移動してない、できないもんだって。しかもそんな近くで5人ぐらいって。ヒラさんと僕とバブリーナさんの3人が怪しいってことですかね。じゃあ、うん、一応容疑者に。そうですね、殺してる人怪しいですよね。単独なんて分かんないです。コンポさんかな。なるほどね。まあ、はしご登る回数的にココレモンさんは白いだろうな。ココレモンさん、はしご登ろうとか2とかだったらまだしも、はしご登ろうとか1だから、あの状況でココレモンさん殺せないと思うんだよな。だからフィラさんかバブリーナさんか分かんないけど。お長いですね、このタスク。ほんの、めちゃくちゃめんどくさいですよ、このタスク。ありがとうございます。頑張ります。フルコンさんから激励もらったんで頑張ります。おぉうわおいおいおいフルコン。どこ行った？うわ、どこ行った？くっそー、フルコンさんだったわ。やられたな。いや、食事にね、全然しなくなってきたね。これベルク…な誰も映らないね、これ。何なんだ今の。今の何？どうしたんすか、どうしたんすか、これ。レプチンさんが電気室の下で死んでます。電気室の下、はい。電気室。メインルーム5いるときなかった？あのね、メインルーム5、電気2の時を見た。コックピットで。で、証拠メインには長くいた。あの、チックと。あ、レプチンさんじゃないか、これ。レプチンさん、チックとフルコンと、まぁちょっとタイミングわかんないけど、あの、チクフルコンタスクやって、その後バブリーナさんと合流して結構ずっと暗室に暗い中、暗い中2人きりになってました、フルコンさんと。それ怪しい。なるほどなるほど。はいはい。自分がそのなんか見つけた前はシャワー室にいて、近くにいたのがバブリーナさんとヒラさんなんで、ちょっとわかんないな。いつ殺されたかは正直わかんない。なるほどなるほど。
多分だけどメイン動いた時に電気2だった時があったから、それ洗ったら電気2の人浮いてる人で昇降機1いたのがここ先輩か。うん、昇降機宿舎前エンジンホーム、うん、でそうエンジンルームでココ君ね最後にメイン来てるから上から下に来てるから一番難しいかもしれない、うん、そうです。エンジンルーム通ってそうです、メインルームで真央さんをもうずっと追っかけてたんですね。そう、ここ先輩がなんかうわーって言ってたから叫びながら逃げて、うん、が真央さんがいい反応で逃げるからさついつい追いかけたくなっちゃって超怖かった。メンタルとか誰も見てなかったんですか。バブリーナさんはシャワーから来たってことよね、はい、ザムさん。いやでもシャワーとかなんか確かメインとかで合流したんで、ワンチャン電気室の方から来たかもしれない。ああ可能性はある。チクはね左から来てたんで、しかもアーカイブ湧きでしょ確か最初。そうです、アーカイブで湧いてシャワー通ってメインで結構浮いてるなっていう感じはする、うん、メイン5が誰だったの、うん、フルコンさんと、うん、ザムと自分も入ってたかも。チクバブ、うん、たんあとヒラさん、ここあヒラか、うん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 、そうすると浮いてるのがベルクラさんじゃない。私あれあら、違うあれあなんかもう勝手にしょ勝手にやつなんだ最後あの消去法。さてとみんなの声聞きに行きますか。まあタスクしないとダメなんで、まあタスクやりつつね行こうかな。俺何番まで回したんだろう。夫婦で手を染めてないか。あ、ベルクラバブリナーってことね。怖いね。ベルさん、バブさんでやってないかって言ってのか。この後バイタル見るもんですか。だいぶタスク俺。よしよしよし。いや、チク絶対殺さないで。絶対殺さないで。来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 ないでって言ってるでしょ。めっちゃ必死だったな。ドラゴンボール。幽霊の声聞こえる。聞こえる聞こえる。ドラゴンボールだったる。恥ずかしい。バッチリ聞こえてますよ。マジかマジびっくりした。人殺し、人殺し、めちゃくちゃやられてんじゃん。あ、まあ、どっちか聞くから、はい、はい、どうぞ。ヒラさんとトイレでイチャイチャしてたら、あ、出た、兄貴人殺し、人殺し、人殺しだな、あれ。ザムさんが船になってました。なってました。絶対ここさんだと思ったわ。これね、見てたんや。バイタル見たのよ。で、はい、ザムさん死ぬの結構前かも。嘘つくな、今殺しただろ。まだまだ10秒も経ってねえぞ、死んでから。2人死んでんの。やべえな、脳の音をついてるな。だからとベルクラスさんが直近かもしれない。いや、さっき殺したよ、それ。さっき殺したよ、合ってるよ、直近だよ。さっき殺してるから強人チクさんに推理できるのか。カモじゃないじゃん。怪しいな、これチクさん推理できないぞ。ココさんが貨物室で、うん、これもう一人誰ですか。バブリーナさんですか。これダクト入ってフルコンさんと誰ですか。コンさんと、コンさんと、コンさんと、あ、もう一人わかんない、うん、でココさん、もうお二人は被害者の会だから、これも先輩なんだ。なるほど。あ、そうなんだ。僕もフルコン目線だと直近がベルクラさんで、もうやばいじゃないか。あと一人殺したら終わりじゃん。むしろ確かに。さんのここは絶対釣りに行かなきゃいけない。かつ単独で行動してて、平さんならちゃんと前に出てくるのを終わりよこれなってるバブリーナさんがちょっと怪しく見えたんですけど。でも私今は、うん、はい、やばいな。キッチンで生まれて、時間がない。その後展望デッキのタスクやりに行った時にフルコンさんとすれ違って、あ、そうです、で最終的に、はい、エレクトリカルです。パブン、これは。これは投票意識、投票意識、あー、これやばいな。やばいね。あー、やばいぞ、やばいぞ。惜しい。いや、これ負けだ、これ負けでしょ。これ、これ負けだな。これは終わった。これ終わったな。投票意識が薄すぎる。しゃーない。これはやばいぞ。投票意識がなさすぎる。これ多分だけどここ
あんか。ひらさん押しに行かねえんだな。ここ押しに行かないとダメなのに。ココ君殺してきて。ココ君殺してきて。俺あのこれ邪魔するから。誰か殺してきて。これずっと邪魔するからこれ。この人殺し。あれ？青いのが。この人殺し。あれ？あれ？めっちゃ邪魔される。いやちょっと。めっちゃ邪魔される。フルコンさん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 。めっちゃ邪魔される。いやこれあのここじゃなくてあの遠隔で邪魔されてるこれ。本当に？うん。あの触んないとこ私。ああ！やった。やっぱり。ねえ、大嘘じゃん、フルコンさん。バウさんは。やられた。